岩佐伊佐は、北海道札幌市出身のスキージャンプ選手である。ノルディックスキージュニア世界選手権スキージャンプ団体銅メダリストである。姉は、同じくスキージャンプ選手の岩佐明日香。5歳で姉と一緒に競技を始めた。出身校は、札幌市立富士の小学校、札幌市立富士の中学校、札幌日本大学高等学校、中学に。 三年時に全国中学校スキー大会を連覇する。2014年9月にルシュノブで開かれた FIS カップが初の海外遠征となり、2日間ともに30位以内を獲得した。2015年は1月にコンチネンタルカップ札幌大会に初出場し、25位でポイントを獲得した。ノルディックスキージュニア世界選手権ルシュノブ大会に出場し、 スキージャンプ男子個人で18位、団体で銅メダルを獲得した。2016、17シーズンは FIS カップで2勝を挙げたほか、ジュニア世界選手権、パークシティ大会では、個人で15位、男子団体で4位、混合団体で3位を獲得した。2017年2月11日には、ワールドカップ、札幌大会に初出場し、30位でポイントを獲得した。 2017年冬季アジア大会札幌大会では、個人ノーマルヒル、ラージヒルともに、銀メダルを獲得し、団体では、金メダルを獲得した。2017-18シーズンは、夏は、コンチネンタルカップ及びサマーグランプリ、白馬大会に参戦、冬は、コンチネンタルカップ参戦後ジュニア世界選手権、カンデルシュテイク大会では、男子団体及び、 混合団体でそれぞれ7位を獲得した。2018年3月に札幌日本大学高校を卒業後、東京美装工業に入社する。2018、19シーズンはコンチネンタルカップ及びサマーグランプリに参戦し、白馬大会第一戦で10位となる。冬は主にコンチネンタルカップを転戦し、ジュニア世界選手権、ラハティ大会では個人で10位。 男子団体で4位、混合団体で7位を獲得した。2019、20シーズンの夏は、コンチネンタルカップ及びサマーグランプリに参戦。冬は主に、コンチネンタルカップを転戦し、ビケルスン大会で3位に入賞した。ワールドカップには6戦出場し、札幌大会を含む4戦でポイントを獲得した。国内戦では国体及び TVH 杯を制した。 2020-21シーズンは、名寄ろし、ピアシリシャンツェ大会での国内雪上開幕に、連戦で連勝後、ワールドカップに参戦。本戦には参戦出場したが、ポイント獲得はならなかった。コンチネンタルカップでは、8戦中2戦で1桁順位となった。アジア冬季競技大会ジュニア世界選手権、ワールドカップサマーグランプリコンチネンタルカップ、こニにワサが、 カザイラ W 杯常連組を抑えて V、集中して飛べた、ジャンプ、サンスポ、2020年7月1日閲覧。岩佐イサム FIS 公式データ2015年度、2016年12月3日閲覧。ノルディックジュニア世界選手権、大会2016代表選手と、大会スケジュール、全日本スキー連盟、2016年12月3日閲覧。 岩佐サム県 FIS 公式データ2016年度、2016年12月3日閲覧。岩佐サム県 FIS 公式データ2017年度、2017年3月8日閲覧。新入部員が加入しました。2020年3月13日閲覧。ありがとうございます。